皆様、トゥーヤ2021年 IoT オンラインサミットにご参加いただきましてありがとうございます。私はトゥーヤ日本市場のカントリーマネージャーのチャールズと申します。今日は日本市場の IoT 発展状況やトゥーヤとしての日本市場での実績をご紹介させていただきます。トゥーヤは2014年に設立され、製品を IoT 化するソリューションを提供し、現在日本、米国、ドイツ、インド、コロンビア、中国で地域本部を設け、ニューヨーク証券取引所に上場し、社員数は2500人を超えています。全世界で26万以上の開発者、25万 SKU 以上の商品に採用され、10万以上のオンラインとオフラインチャンネルで販売されています。グローバルリーディング AI プラス IoT プラットフォームとして、消費者、メーカー、OEM 工場、販売チャンネルをつなぎ、開発者にオンストップ型のパースソリューションを提供できます。このうち、ハード開発ツール、グローバルクラウド、スマート商業も含まれており、技術開発から販売チャンネルまでのエコ能力をご提供することもでき、グローバルリーディングな IoT オペレーションシステムを目指します。IDC ジャパンの調査によりますと、日本国内 IoT 市場の規模について2019年の支出額は7兆258億円でした。予測期間内2019年から2024年において年間成長率 10.3% で成長し、2024年の支出額は11兆4967億円になる見込みです。トゥーヤは2018年から日本で市場活動をスタートし、過去2年間余りで多数のキャリア、大手家電メーカー、不動産、販売チャンネルとしての量販店、ホームセンターなどの IoT 分野に関わるお客様と連携することから、トゥーヤソリューションをご使用された各分野のお客様が大幅に増加し、デバイス連動による利便性が大幅に向上した一般消費者向けのIoT 製品が普及しています。市場における競争やビッグデータによる効率の向上で、さまざまな分野でも IoT の導入が進んでいます。IoT への期待が高まっており、日本市場での爆発的な普及が予測されます。コロナが続く中でもデバイスの使用数は数倍増加しています。日本市場はすでにトゥーヤグローバル市場の重要な一部となっています。現在、よりプロフェッショナル、より早いサービスを提供できることを実現するため、2019年にトゥーヤジャパンオフィス、検証ルームを設立しました。過去2年間でトゥーヤは株式会社オークラ、シャープ、エリソヤマ、アマゾンジャパンなどの大手企業と連携していました。例えば株式会社オークラと共同でスマートシティ計画を進めており、オークラが取り扱う全住宅の機能として、トゥーヤが提供するスマート家電及びスマートホームの機能を標準仕様として販売を行っております。現在は日本市場において、照明、スイッチ、プラグ、セキュリティ、センサー、監視カメラ、家電、介護、医療、ヘルスケア、美容、通信、アウトドア、工業、分野などに関わる製品群をご提供可能になります。今回はいつもいろいろお世話になっているお客様に深く感謝いたします。トゥーヤプラットフォームにてより多くのお客様に IoT やスマート事業を実現できるように引き続き努力してまいります。ありがとうございます。